い、こんにちは、矢田部です。今日はですね、これはレベルちょっと度外視した形だ、トラップだ、はい、ある意味ゼロに戻ります、うん、なぜかっていうと、例えば俺この位置から徳丸さんにボールもらいます。ここからドリブルしてってシュートっていうのがレベル1だったから、はい、レベル0だったところだもんね、うん、ね、ボールを持ってこうやってって向かってってシュートってやったでしょ。でもこれをやる前には何かしらあるはずなんだよ。相手からボールを奪うか味方にパスをもらう。でここでいうパスをくださいのちょうど原点のところですね、うん、これができないとドリブルからシュートはありえないんですよ。そうですね、ね、だってボールを奪うかパスをもらうかがほぼほぼ2通りね。これが約 80% で 40% ぐらいで、こぼれ球とか 20% ぐらいだから、せっかくもらったパス、これね、確率を上げることできるんですよ。味方の信頼を得ればパスどんどん増えるはず、うん、だからちゃんとここでパスをしっかりとください、コントロールしましょうね、はい、っていうとこですよね。でボールを止めるっていうのはどうやったら止まりますかってとこなんですよ、うん、これ結構みんなね、間違ったね教わり方とか多いよね。多いですね。これね、どうやって止めてんのって聞くと、気持ち引くとか、はい、バックスピンかけるんだよとか、はい、やってねえじゃんお前っていうやつがもっともらしく、その時はいややってるよとか言ってその場でやるんだよね試合中やってないでしょっていうさ、試合中やってないね、ここでね、こうやってバックスピンかけるんだよやってねえよね、試合中はやってないですよね、やってないよね。ここであとは引くとかさ、はい、あと真ん中触るとか言うのよ、はい、全部間違ってます。ブッブッブッですよ、ブッ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 ですねもう俺とかだと自分で言うのもあれだけど、ちゃんとここ積み重ねていく筋道立てて教えていくプロだから、はい、そんなね怪しい話に乗っちゃいけないんだよ、うん、だから今乱立してるよたくさん個人です。うん、まあなんかね、怪しいって俺も散々言ってたんだけど、最近俺の動画見てそのまま教えてるみたいだからあ、そうなんだなんか結構見てさ、そのままやってるよね怪しいの多いんだよ、まあしょうがない。まずは基本ですよ。バイバイって形を足でやる、まあ、これがまず難しいんだけど、はい、これね、そうするとまあ簡単に言うと何なのかっていうと、膝曲げてる状態ね、これね、ぶら下げるとほらこうやって動くじゃない、足が乗れん状態ですよね、うん、乗れん状態で足の裏だけ地面と平行です。足の裏まっすぐ、この状態でボールのおでこ部分を触ってあげるんですよ、はい、おでこ部分を触ってあげるの、うん、ね、このペレーダってあったらこの辺ですね、はい、ここの部分を触ってあげると、しかもボールね、この土踏まずではめてあげるとね、ください、止まります、はい、もう一回いきますよ、止まります、うん、止まりますね、止まったでしょ、はい、これをね、あのファーストタッチは動かさなきゃって、またそれっぽいこと言う人いるんだよ。あ、はいはい、素人捕まえてさ、自分も大したことないんだけど、はい、ただこれね、大体そういう人はピタッて止められるかって、止められない人ですよ、うん、まずピタッと止めるのあって、次のレベルだからそれは、はい、本当の初心者、逆にだからフリーキックとかね、ファールとかしてフリーキックって相手へのアドバンテージ、有利なものだよね、うん、それはちゃんと置いてから蹴らすって、これとっても一番最高のご褒美でしょ、はい、毎回最高のご褒美にしてこないよ、うん、ね、自由度とさ、あの余裕度は変わるよね、俺自由に止められるしって、うん、俺だって小学校からずっと考えてて、そんなに綺麗に止まってるって、あんまりなんか止めるって考えたことなかったもん、はい、でしょ、確かにないなんか落ち着かなくってさ、やたらとみんな触るじゃん、はい、なんか今日俺インスタの中でたまたま見たんだけど、だいたいボールをたくさん触れば落ち着くなんて書いてるやついたけどいや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 、ダメなんだよそんなの、はい、触れば触るほど敵平気で寄ってくるよね。そうですね、なんだからね、だからそういうにわかが多いんだって、うん、ね、だからダメなんだよ、だから今フットサルコートとかそういうとこ行かなくてもインターネット上でうさんくせえのいっぱいあるから気をつけて、はい、ね、ここで触るでしょ、
はい、ここで今度左足でやらないといけないね、この向きだったら、はい、ください止めて、で向かってってシュートだよね、はい、まずは止めること、うん、で他にもう一個あるのは気をつけしない、足開いた状態ね、肩幅ね、でちょっとこう横にねシーソーの形でね揺さぶってあげると、はいってこんな感じですよ、はいね、ひょいって、うんうん、ね、これもう家でできるでしょ、うん、これさえできればほら止めて次、ね、初心者はまずここでいけますか、はい、これだけですよ、なんか自分で言うとあれなんだけど、信じてとか言うのもあれなんだけど、あのこれちゃんと教えてる内容だから金取って、はい、ね、金取って本当は出したくないんだよこれ、うん、でもこれちゃんとプロの連中がやってるのと一緒だし、これやんないやつはやっぱ大したことないね、そうですね、ねえ、だからさ、すっげえトラップがうまいんですとか言ってちょうだい、ここでビシッとこうやってるやついるけど下見てやってんじゃんみたいななんか一生懸命 SNS 出てるけどさ、はい、なんかすんごいそれが見てくださいってやってるけど、それ試合で使えねえだろうっていうね、うん、技術っていうのはこれだん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 とやってったらここでくださいって、ね、ボール見ないでもできるぐらいしないとダメですよ、うん、まあ、これはまたね目の使い方っていうところでやっていきます、はい、ね、トラップのじゃあある意味これは今日はレベル1なのかな、トラップ編のレベル1でもこれできるようになるだけでみんな違うもんね、そうですね、ゲームが変わるんだよね、いや全然変わりました自分もね、え、意外とこれってどうやって止めてんのか奥が深いって言うけど奥深くないと思うよはい、うん、多分教え方が、うん、良くないだけだよね、はい、うん、まあしょうがないけどいいんだけどさ、だからまあ難しくしちゃってるのは大人なんだよ、こうやってスクールで教えて金取ろうってしてる人たちが難しくしちゃってるんだよ、だからいろんなこと言う人いるんだけど、ただ一流がやってるのっていうのはやっぱりこうピラミッドちっちゃくなってって一つね似たようなものに世界中がやってて同じようなところに行き着くんだって、はい、この事実は変わらないから、俺のこととやかくじゃなくてただこういうことやってんだっていうところはぜひね参考にしてもらいたいと思います、はい、ということでチャンネル登録お願いします。